あ、なかなかの竜。もうちょっとちょっと強化します。というわけで、このタバコ屋にやってきたわけなんですが、おばあちゃんに言えばいいのか？俺は上流ってもんだ。みぞろぎに紹介されてきた。え、さっき彼から聞いた。あ、電話で？話は全部承知してるわ。そうか、あんたに会えば、ええもんがもらえると言われたんだが。そうね、ただ、本当にええもんになるかは、あなたの使い方次第。使い方？その物言い、察するにあんたも裏社会の人間か。おばちゃんが？余計な詮索はしない方がお互いのためじゃない？とにかく、私があなたに渡せる物はこれよ。タバコじゃねえだろうな。ん？ん？タバコ？普通にタバコを出されて驚いたのは初めてだ。安心して、うちのタバコはちゃんと普通じゃない。ちゃんと？とってもホットな花火。花火？おい、ポイ捨てすんじゃねえよ。ちょうどいいわね。あいつに使ってみせてあげる。タバコ屋の前でポイ捨てするバカは見過ごせないの。ああ。さあお立ち会い、ここに取り出してみせたる一見普通のタバコ。火をつける必要もございません。不届きなポイ捨てヤクザに、ヤクザだったのあれ。こちらをポイと投げますと、爆発落ち古典的だな。ギャー、何が起きたんよ。死んでない。随分物騒なタバコだ。威力はそうでもねえが、小型爆弾ってところか。やべえもん持たせようとしてるな。ホットな花火よ。あくまで花火と言い張る。何にしてもこんな街中で手軽に使っていいもんじゃねえだろ。だから私がこれを人に渡すなんてめったにない。あなたがみぞろぎくんに紹介された人だから渡すのよ。タバコ型兵器実家ジェット、ホタル。私はそう呼んでるわ。ホタル。なるほど。ありがたく受け取っておくよ。このガジェットはいくらなんだ。ただなんでしょ。彼ったら、あなたにぞっこんみたい。お礼なら彼に言うのね。なるほど。これで用事は済んだらしいな。もうすっかり夜だ。赤目のところに戻って今度こそキャッスルへ向かおう。何が待ってるかわからねえ。ジョーリーお帰り。キャッスルに行く準備ができたけど、どないする？行こう。うるせえ、行こう。そろそろキャッスルに、あ。待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだな。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？ヘリで行くの？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。そりゃ準備に時間かかるわけだ。試しのもんか。うわ、眩しい。あれは、ほほほ、なんや楽しそうなところやないか。どや、あの一番奥のやつ。大阪城よ。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りのVIPだけなんやで。
戦国だったったっけ2の時のやつ。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会、昔から近江の養護仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ゼロに出てきた。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前、遊びに来てるVIPの方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。変態？例えばまさか。特殊な性癖をお持ちのVIP様はここで欲求を満たしていく。パンティ教授はいるのか。スピードが落ちてきたな。さあ、もっとムチを入れて。いいの？じゃあ、行くよ。どっちに？もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。引いているのが。奴隷だろ、もうここまで行ったら。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。で、なるほど。さらにもっと派手なんが見たいお客さんには。カイジの世界や。出た、闘技場。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、妖艶、金メダリスト。そんな連中にVIPが大金を張り合うから戦士の稼ぎもでかいね。この場所のことは大体わかった。だがなんで鶴野は俺をここに呼んだ。バカめ、ここの仕切りは貴人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。そういや、赤虎をよこせってチンピラに襲われたっけな。でもこいつらが出ても一回戦負けだろう。どっかに、あ、そうか、売りさばくっていう手があったのか。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった。だって上流、赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。はめられたな。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど、上流やったらきっと選手になれる。その時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。うん、なるほど、そういうことか。それチャンピオンになるわ。上流、もしかしてうちのこと怒ってる？ぶち殺したろうか。むしろいろいろガーテンが言ったとこだ。ほら優しい男だ。好きでいるらしい。
だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけど、うちに怒ってないやったらオッケー。で、どこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐわかるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな。ええやろ？わかった。好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな、上流。一人で受付済ますんやで。遊べるところはあるのか他に。こんだけすごい感じであるからな。ちょっと見回るか。あった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 。やっぱり鍵があるんじゃないかと思って探してたんだけど、やっぱりあったね。まだ他にもいっぱいあるな、これ。あ、あった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 。あった。なんか音するなと思った。こっち以降はプラチナランクじゃないと入れないらしいですが、ここ上級もありましたね。ホイホイとかの。ここにもありました。OK、銀の皿。ここね。あ、あれか。ここにもありましたね。入り口のとこ。鍵 A4。あ、こっちの方にもやっぱありました。OK。ここね。あ、なんか、あ、動いてない？動いてる動いてる。さあ来たぞ。これ。金玉。ああ。八つのゴールデンボールをゲットしました。ありました。ピエロの男。これは。あ、これもロッカーキーだ。ここね。ありました。傘のとこ。ここ。お、あ、アレックスキッドだ。ん？ちょっと待った。あ、やっぱり。なんかおかしいなと思った。金の皿、ちょっと見えにくいですが、そこにありますね。これ。スタミナンスパーク。ありました。鍵だ。ここなんか意味深ですけどね。入れそうな感じだけど。あ、あった。これは。ここも鍵だ。ここね。クラブキャッスルの中の、ここ。その火のところにありますね。OK。ここ。あ、ああ、ああ。進んじゃった。口の中に。いや、上流でしたっけ。あ、お前は、アンニャメンの。獅子道。そう呼ばれて。獅子道だ。結構前の話になるわ。隠さなくていいのか。ええ。ここでは近江連合の力がこうです。心配ご無用ですが。お、ここで出た。若頭補佐。するのはどうした？花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。お前も出るのか。あそこ生きて出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャスト。お、出た。西谷。近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。これはあの竜が如くの放送で西谷が
継がれてるっていうのは見たから驚きはないけど、いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ゼロの時に活躍したあの西谷の三代目。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんとなんもできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。待て、それよりも先に毎度行ってもうた。グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで。おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。キーリューにすればよかったの。リングに上がるときはグラサン外した方がええで。危ないからな。そいつはまずいな。あ、顔が。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと。あ、ドラゴンマスク。あ、ああ覆面がいる。どっかで手に入れねえと。持ってる持ってる。そういえば使ってなかったけど。よろしいでしょうか。ポイントで買ったのに。なんだその宝箱。渡せ組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。マスクが入ってんじゃね。そのように受けておりますピンク。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに、なんでこれなんだ。まあ、変なおじさんメイクでもいいんじゃない？シュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。かぶってる。あれ、赤目は？あ、いた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 。一緒に写真撮ろう。あ、そうや、スマホないんやった。ちょっと待って。あ、出られん。くそー、行くしかないのか。他にマスクはないか他にマスクはないか。どうにもしっくりこなくてな。マスクはこちらで別のものも仕立てられます。はい、見せてくれ。どうぞご覧ください。うわー、いやでも、うん、これだったらそのままでいいかな。はい。なかなかのインパクトじゃんこれ。耳ついてるし。上流様。大丈夫だ。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。死者5名。死んどる。出た、三連戦。三連戦、何が始まる？知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ、毒にされやしね。ん？あいつらと戦うわけじゃないのか？獅子堂よ、あの5人渡せ組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、チームか。なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪、大見れる者の目をかすめ、人
どういう感じになるんだろう。この感じだとあのタワーディフェンス系のあの感じを思い出すんだけれども、6とか、まあ極み2とかね。釘バット。デカブツが私役ってことか。うん、似せてきてる。だいぶ似せてきてる。え、一人でいいの？おわ。いえ。え？チーム戦は違うのか。1人結局やる必要はなさそうだな。いいのか、かかってこいよ。そんな大振りじゃ。おい、アーマーついてんだよこれは。おら、おお、なんだな。オーラキック、あしゃ、やばいです。回避したのに。回避入力したのに。そんな大振りじゃ当たんねえんだよな。もう死ぬんじゃない、こいつ。でもこっちも3連戦あるんだよな。ちょっと遊びすぎたか。じゃあ終わらせてもらおうか。なんと渡瀬組長を倒れる。お前らの中でそれは大丈夫なのか、渡瀬組長ということにして。あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年カムロ町。登場会を手中に収めとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。みんながいっぱい出てきたんですけど。私の狙う男はただ一人。え、ど、え、味方？伝説の極道、堂島の竜、キリュウ。死にてえやつだけかかってこいだ。ここにいますけど。あ、出た。かかってこい。人をおちょくって。さあ皆さん、前シンジと一緒に、偽シンジと一緒に出てきてたやつではないな。え、周りのやつ、え、周りの戦ってくれる？大丈夫？あいつら。いけいけ。いけいけ。ははっ。俺さ、これで、もう、あ、いけ。あ、回復してる。ちょっと待って、回復してるし、ドローン飛ばそう。いけ、ドローン。ははっ。これでも強くない？これ。こうやってさ、あと逃げ回れば勝てるわけでしょ？なんか、何当たった？ただ、ちょっと、拉致が、あかん。うわ、なんだなんだ。お、意外と、ね、こいつ、どっちかっていうと、あの、なんだっけ、あやせ、なんだっけ。はい、やまいわ。ジャスト。これよ。はは。切られるな。あ、いた。これで。
終わらせるぜ。無駄に使った。堂島の竜気流カズマキャッスルに散る。なんとまたしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言ってくれんのです。へえ。次はあいつを気流役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。え、まさか近江連合と、やっぱり2の彼の名は近江連合直参交流会二代目会長出た合田龍二。その夜神室町で合田龍二と桐生一馬、東西の龍が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られました。実は消えた合田龍二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると、もう生きてそうだよね。この場所にどっかでなんか出てきそうな感じするが、もしかしたら8で出るのかな、この感じ。それともセブンガイデンでもう出るのかな。先ほど桐生一馬を下した選手上流が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや確かに白スーツになってる。おお、おお、ホリモンも一緒か。こんな感じだったよね、竜。脱ぐわけにはいかんよな、こっちは。虎とは戦わなくていいのか。よかった、危ねえ。おっつ、おい、はい、アーマーついてんだよ、だから。あ、死ぬんだよ、これ敵。おい、合田龍二はこんなに弱くなったぞ。お前、合田龍二を舐めてんのか。え、まだ死んでない？まさか。いいよ。お、やば。え？聞いてないんですけど、それは。ドラ退治といくか。人専門なんですけどね。大丈夫ですかね。危ない危ない。いてててあら、刀が折れたんですけど。あ、弱かった。ってことはまだ来るってことじゃん。へへ。やめろよ、この体力で。ほい、ジャストできんだよな。おら、今のは結構アーマーが、え、あ、しまった、アーマー発動する前に、アーマーが発動する前に死ねえ。いや、痛い。殺されるぞ。これは死んだだろ、むしろとどめを刺しただろ、合田龍二に。
いや、偽物に。見た目だけはいい線いってたかな。まあ見た目だけだった。虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。竜だしな。粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。嫌いそうだね。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。花輪はどこにいる？まあ、そう慌てんと。お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたって、ええやないですか。この景色、どないです。きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には、眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで、借金まみれの男が、何でも金にしよるもんで。今頃はどっかでノータルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なるしかなかった。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子堂いう名前は杯ん時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や。喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一肌咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずです。なあ、せやろうが。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。あ
もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです。さっさと花輪の居場所を教えろ。これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうを鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっとります。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は？あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よー、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしても罰は当たらんのと違う？何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。お、ここほら、これが見えて、これを取ろうと思ってこのエリアをまたいでしまったらイベント始まっちゃったんだよ。おお、まだあるじゃん。あったあったあった、これだ。ありました。奥の方にも金の皿。それか、なんかに反応してるなと思ったらプラチナの皿。多分この上にねあるんですけど、シルバーランクにならないと入れないみたいなので、ちょっとランク上げないと無理っぽいですね。あいつちょっと杉浦っぽくない？服装。そしてあっちマリネっぽい。そしてこっちの方にもありました。2階ね、ロッカーキーありました。花札のところ、鍵だ。またいる。でこっちの方、ここありました。ここね、サニーイエロー。お、ステッカーかなこれ。まあざっと見た感じこれぐらいかなとは思うんですけれども、あとはちょっとカジノとかはねやっていって、まあ次回はヘリポートのねところから始めたいと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにさせていただきまして、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。